はい、本日はですね、こちら南ガのオーロラテックスのジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、南ガといえばそうダウンジャケットのイメージがありますよね。皆さん僕の動画とかでもね見ていただいてると思うんですけども、こちらオーロラダウンジャケットっていうダウンジャケットがあったじゃないですか。でさらにもう一個上のオーロラライトっていうねモデルもあったりはしてたんですけども、この度なんと実はですね、こちらそのダウンがないバージョンのマウンテンパーカーが出てきたんですよね。まあ分かりやすく言ったらほんま綿ないだけっていうふうに思ってもらっていいと思うんですけど、それが出ておりましたので、じゃあ紹介しようじゃないかということでですね、本日の流れとしてはまずこちらをね今から着用していきたいなと思います。でその後に特徴ですね、このマウンテンパーカーの特徴とかで、次に価格、そしてデメリット、そしておすすめの人という順番でいきたいなと思います。まずは着用していきたいなと思います。はい、ということでですね、僕が178センチの 70pkg なんですけども、M サイズを着用してます。僕普段だいたい L 着るんですよ。でなんやったらこのナンガのダウンジャケットも L サイズを着てるんですけども、これはね M で良かったです。でも後々言うんだけどもね、ちょっとサイズにゆとりがあって、それがまた特徴にもなってるんですよ。だからまあそれは後で言うとして、ちょっとねサイズ感としてはゆったりしたサイズ感です。まあ裏生地とかこんな感じのね、いかにも防水のジャケットに使われてるようなマットな素材感と、あとシームテープとかがあってね、隙間からね水が入ってきませんよっていうのがあったりはするんですけども、一回締めてみると、まあこんな感じですね。ちょっと M でも大きいかもしれないですね、横とかがね。で丈とかも、まあ、丈こんなもんか、まあ、M ぐらいですかね。ではね次ね特徴いきたいなと思うんですけどもね、なんでこのダウンジャケットの綿ないバージョンなんかっていうと、もう表の生地が一緒なんですよね。だから一緒っていうことは防水であるということでもあるんですけども、よく見てください。まあこんな感じのね、よく見てみると格子柄というか、こういう縦型のバッテみたいなのがいっぱいあるの分かります？こんな感じで、あ確かにあるねと。でこれは防水のジャケットになってるので、もう濡れないんですよ。なのでこうジップとかにも水が入らないように、止水ジップもう全くこの辺から水も入ってきません。でそれがダウンやったんやけども、それと全く同じ生地使ってるのがこれですね。でこのジャケットも同様に、こうして近くで見てもらうと、こう分かりますか、バッテンみたいなあるような感じになってて、防水のね仕様になってますというようなことなんですが、同じくジップもね防水のジップが使われておりますので、水には全く濡れないという、これはナンガ特有のね防水のシステムを使ってます。でこれに関してはね、まあいろいろ賛否両論あるんですよ。オーロラテっていう名前で、まあ、名前なんかどうでもいいです。ただこれ数値的に言うと、ここにあるワークマンのイナレムっていうのと数値は一緒なんですよ。で何の数値が一緒なんていうと、防水の数値。防水にも数値あるんですね。そんなもんあるんかって感じなんですけど、水に濡れてもねどれぐらいやったら耐えれるかっていう数値があって、その数値がまあほぼほぼ一緒であるということなんで、じゃあワークマンの方が良くねって言って、そんな単純な話ではないんですね。数字ばっかりで分かることじゃなくて、その水は通さへんの、こっちはええんやけども、次は湿度も通さないんですよ。なんか中の蒸れとかも通さへんねんけども、こういったアウトドアのねワンガとかみたいなジャケットっていうのはちゃんとこの中の蒸れとかが外に逃げるような設計にはなってますので、さっきのワークマンとかに比べるとよりこう来た状態が快適でいれる。だけどワークマンとかは濡れてないんやけども、汗で中ビチョビチョになるってあるじゃない。それが安いからええわっていうことじゃなくて、まあ、ちゃんと状況を見て、あ汗かかへんねやったらいいよなとかね、いやでも動くから俺やっぱワークマンやめとこうかなとか、いろいろこう見ながら、ちょっとワークマンの話になっちゃったけども、一回戻ります。今ナンガの話をしておりますので、まあ、そういったねこう防水の採用がされてるということなんですが、細かい部分が若干やっぱ違うんですよ。多分今年からおそらくダウンジャケットもねアップデートしてくるんちゃうかなと思うんですけども、ここのベルクロがねナンガってロゴが入ってるんですよね。ただ使われてる生地は前回というか昨年までのモデルと一緒なんやけども、こういったところにナンガって入れてみたりだとかっていうことで、よりブランド性がね増してるところがちょっと変わってるんですが、これは一昨年のモデルなんですけど、こういった刻印とかも全くないですし、昨年のモデルもねなかったんで、まあ、こういったところちょっと変わってきたんかなと思います。やっぱ動きやすいんですよね。それがさっき言ったサイズ感とそうなんやけども、ちょっと身幅というか肩周りを動かしやすく作ってるので、どうしても身幅がね大きくなったりはしてるんですけど、その分運動することも考えられているので、こう来た状態でもこう肩が動かしやすくなってると。まあこの辺がねあのアウトドアらしいですね。アウトドアブランドで多分動くことも考えられてるから、ただただこうじーっと座ってるだけじゃないんでね、こういったところも守られるようになってますと。そしてねナンガもね進化してるんですよ。こんな偉そうに進化とか言っていいんかわからないけども、このフードのところ、こう被るフードのところとかがしっかりこのアウトドアとかで使われるようにちゃんと日差しになってるんですね。こう被った時ってこう人間って顔絶対曲線になってるから、この生地がないと全部がペチャーンってなってくるんやけども、ちゃんとこういう日差しがあることによって顔をね雨から守ってくれるような感じになってると。これなんかね今までこの採用してるの僕見たことなかったんで、ちょっとずつこうアップデートしてるんかもしれないんですけども、この辺がね特徴になってくるんかなと思います。で値段がですね33,000円の消費税なんで36,300円かな。まあ防水ジャケットの相場って大体そんなもんじゃないですか。大体3万円は超えてくる
るっていうような形なんで、値段的にはそんなとびっきり高いっていうわけじゃないかなと思うんですが、次のデメリットとしてはね、何なのかというと、残念ながらね、全ての数値がゴアテックスの下なんですよね。で、僕ゴアテックスめちゃくちゃ好きって言ってね、言いまくってるから、視聴者さんにね、あのゴアテックスの紙持ってこられて、ここにサインくださいって言われてね、このゴアテックス博士ちゃうんだけど、一応ゴアテックス博士なんて書かせていただいてサインしたりはしてるんですけども、ゴアテックスの数値ってやっぱりめちゃくちゃ高いんですよ。で、さっきね、このナンガがワークマンと一緒って言ったんやけども、大体どれぐらいかって言ったら、嵐とか台風は厳しいかもしれんけど、普通の雨とか大雨ぐらいとは絶対濡れませんよっていう数値が 2000mg っていうのがあるんですけど、まあ、そういった数値があるんですよ。で、対してこのゴアテックス、まあ、別にアークテリクスじゃなくてもノーセスでもあるんですけども、ゴアテックスは 45000mm とかね、あったりするんですよ。まあ、ゴアテックスのモデルによってちょっと変わってくるんやけども、ほんまに倍ぐらい数値的にも違うし、で、その次に最も違うなっていうのがやっぱ蒸れ感ですね。ちょっと正直この今数分来ただけでも暑いんですよ。で、ちゃんとさっきもナンガって糖質性があるからこう蒸れにくいんですよなんていう話したけども、それはワークマンに比べたらあるんですよ。で、ゴア着てはる人からしたらちょっと蒸れるなと。で、ゴアでももちろん暑いんやけども、やっぱりそれよりもうワンランクね、数値的にも下になってるっていうのはこう事実なんで、この辺はね、どこを狙ってるんかっていうのはちょっと僕は分からんかったんですよね。本格的にアウトドアの人狙ってるんやったらゴア採用していくべきやねんやけども、もうちょっと低価格帯でいくんやったらこうワークマンと勝負していくっていうのもね、ありかなと思うんですが、ちょっと僕の中ではこれはどういう立ち位置なんかっていうのがずっと分からへんかったジャケットにはなってますが、そういうことになってます。すいません、偉そうに言いましたけどもね、まあそんなこと言ったんですけども、とは言いながらも、あ、ちょっとこれ変わってるな、ここのあのジップのとこも変わってますね。このジップの持つところもね、なんかこういうロゴ入り、ナンガーってロゴが入ってるやつがあります。以前までのダウンジャケットはこういったね、ただ持ち手があるような感じだったんやけども、これは変わってんのか、もともと最初からこういうモデルで作ってるのかちょっとわからんけど、こんな感じになってるんですが、まあそういうひどいことは言ったんですけどね。じゃあおすすめの人、どういう人がおすすめなのかというと、あんまり僕これ着てる人見たことないんですよね。で、まあやっぱり人と違うようにね、着こなせれるんちゃうかなっていうことで、まあナンガのこういったロゴとかも今となってはもう認知めちゃくちゃされてるじゃないですか。あ、ナンガって言ったらあのアウトドアのブランドやなって認知されてるから、まあ、そういったところではちゃんと人と違うねんけども、機能性としても雨風から守ってくれるということなんで、それこそこうちょっとね、周りの人と同じばっか着てんねんなって、特にアウトドアのイベントなんか行ったらもうノースフェイスしかおらんねんな、嫌やねんななんて言ってる人にはね、ちょっと違う感じでいいですよねなんていうのはジャケットなんじゃないかなと思います。あ、すみません、値段がね、3万円の消費税でした。3万円の消費税なんで3万3000円が税込みということになってたんですけども、まあ、その辺がおすすめの人になってくるのかなと思います。特に別にこれで収納できるとか収納する袋があるっていうわけではないので、ちょっとまあいろいろ思うことはあるんですけども、今後ね、あの雨の日に着る防水ジャケットっていうのもね、ずらっと並べてご紹介しようと思ってるので、まあ、それの一つの、候補としてはありなんかなっていうことで、今回ご紹介させていただいたというのが、ナンガのオーロラ 2.5 レイヤーのトレックシェルパーカーという、ジャケットになっておりました。これから皆さんね、あの梅雨の時期が続きますが、これを乗り切っていこうということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。